いつもやってる京橋のなんかあの商店街かなみたいなところで、やらせていただいたときは、今日はちょっと私がいつもやってるところでやってるのに何ミリ多いかもしれないですけど、前はリエなのね、ファンの方の前でなんかこう行くみたいなやつで、ちょっと違うパターンをやってみる見てるんですけど、どうですか、合同と普通の路地、どっちが好きですか。これで普通とか言われたら気まずいですけどね、行きづらいですね。え、帰るわそんな感じで帰らんといてほしいんですけどね。いや、今日は合同なんですけど、皆さん来ていただいてありがとうございます。ちょっと今何日でしたっけ。16ですよ皆さん。16、17でしたね。17、この間私岡山行ってきたんですよ、岡山路上。もうきびだんごもらって帰ってきすぎてもうやばいんで、家がきびだんごだらけになったんですけど、まあそれをちょっとおばあちゃんにちょっと分けてあげたら、私が買ってきたかのように、奈々ちゃんたくさんありがとうねって言われて、まあちょっとそういうこともしちゃったんですけど、合同いいじゃないですかってコメントありがとう。いや、そんな感じで岡山楽しかったんですよ、めっちゃね。で、次がですね、東京ライブ。これまたちょっとやばいんですよ、インスタのね、インスタで3万人ぐらいフォロワーいるコピさんという方に誘っていただいて、スリーマンいきなり2週間前にスリーマン誘われるっていう、このヤバさ。ぜひ皆さん渋谷でなんか300人ぐらい入る大きいところでやるみたいなので、ぜひ皆さん来てください。24日取り置きお待ちしてます。インスタとね、ツイッターもレイナもナナもやってます。まあレイナのインスタはナナのなんかハイライトが謎にあるんですけど、ぜひ遊びに来てください、両方のね SNS では。ただいます。ちょっと寒いですね。岡山で歌ったホーム歌います。え？ジョイ？ホーム歌います。清水翔太さんの4月から新しい年号ですよねってコメント来てます。4月から新しい年号よろしくお願いします関係ないですね。こんにちは。今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。心に諦めあれからいくつの季節を越えでもまだ聞こえてくる故郷の声、かっこつけて飛び出した別れをします人たち裏切った結果になった、そんなボロボロの夢それでどうしようもなかった。そんな時出会った人々と人とはそんなに強くない、だから嫉妬やエゴに飲まれてしまいそうになるよ、でもそんな僕を優しく抱きしめた、悲しくて泣いた自分の弱さがその時分かった、でも夢叶った、少しそんな気になった、そして僕はホームができた、まるで魔法みたいなでかい支えが目が見えた、世界変わった、息をするのが楽になった、1秒1秒成長していく身だ、だから出会えてよかった、こうなれてよかった、だから僕は何もかも話した、心安らぐ場所誰にでも一つはあるはずだよ、僕は同じ日に生きた仲間たちや隣にいてくれた恋人や、それを失ってでも叶えた夢、それも失ってでもまた思い出させてくれた、新しい僕のホームがここにいる、でもまだ思い出す、今さら帰れないよ、あの場所はどう
ておくべきなのさ。全てすべて最初払う代償の代償にかかわらず愛情にはもっと敏感でいたいな。イタリアって思わせたくないからリタイアなんてさせたくないから、そうやって見つけた生きてくすべ偏見にまみれた常識崩れ突きつけばこれそうなほどもろくて、でもなぜか笑顔が絶えなくてそんな風に思えたのきっと初めて。けど綺麗で何もない空が輝いて瞬いてその時僕らは泣いて、まさか帰れないよあの場所は、どんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよそれでいいんだ、心配ないよまだ耐えるよ、いつか帰れ僕だけど、これまでを振り返れば浮かぶ笑顔や涙、こんなに震えるほど映し出す、それが僕自身の未来へ繋がると信じてる僕だけど、信じて素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよそれでいいんだ、心配ないよまだ当たるよ、いつか帰るよ僕だけど、今さら帰れないよ、どんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。次の曲はオリジナル曲で Same as You という曲をね歌います。